甲状腺の機能回復に役立つ美味しい自家製ジュース。甲状腺の変化は男性よりも女性によく見られます。その要因はいろいろですが、問題は甲状腺の異常に気づかないままに放置してしまうことがよくあるということ。疲労感、無気力、脱毛、体重の増加などの症状は、何らかの上昇障害やうつ病などが関連している場合がよくあります。でも、安易に素人判断を下す前に、医師の診断を受ける必要があります。甲状腺の機能異常は、甲状腺機能亢進症か甲状腺機能低下症かのいずれかを引き起こす可能性があります。一人一人体質も症状も違いますから、あなたに合った治療法を見つけなければなりません。また、食生活を含む生活習慣を改善する必要もあります。今回は、ぜひ毎日の生活に取り入れたい、美味しいゆえに、甲状腺の健康回復に役立つ自家製ジュースをご紹介します。甲状腺の機能回復に役立つ美味しい自家製ジュース。まず知っておいていただきたいことは、このジュースは、甲状腺機能低下症や、甲状腺機能亢進症のいずれも、完治することはできない、ということ。甲状腺の健康を守るために、毎日飲むことができるサプリメントとして、活用してください。甲状腺異常が原因で起こる症状をいくつか挙げると、疲労感、乾燥肌、気分が落ち込む、気力がない、イライラする、体液貯留、髪や爪が弱くなる、寒がり、あるいは暑がり、このジュースには、以下の材料が含まれています。各材料の効能をご説明しましょう。クランベリー。クランベリーは、抗酸化物質を最も多く含む食品の一つ。また、ヨウ素も多量に含んでいます。ですから甲状腺機能亢進症の患者さんは、クランベリーを避けた方が良いでしょう。でも一般的に、クランベリーは甲状腺に関連した疾患を予防軽減するのに役立ちますし、コップ1、2杯 100cc の天然クランベリージュースに勝るものはありません。レモン果汁。レモンの搾り汁を毎日飲みましょう。消化を助け、甲状腺機能を調節するのに役立ちます。レモン果汁に含まれている3ビタミンミネラルは、体を浄化するだけでなく、体の抵抗力を高めてくれますから、体力気力の回復を手助けしてくれます。ナツメグ。ナツメグは少量を定期的に摂取すると、代謝機能を守り、甲状腺機能を正常化するのに役立ちます。また、炎症や体液貯留にも優れた効果を発揮します。さらに血栓を予防するほか、お肌が乾燥したりハリを失ったりするのを防ぐ働きもあります。シナモン。天然のスパイスは、母なる大自然の贈り物。
料理だけではなく、健康を守るためにも利用できます。中でもシナモンは、スパイスの王様、と呼ばれています。砂糖や塩を使う代わりに、スパイスを使って味付けしましょう。飲み物にシナモン少々を加えると、甲状腺を守るのにも役立ちます。シナモンは代謝を高める働きがあります。精力をつけるスパイスであると同時に、甲状腺の機能も刺激します。シナモンには血糖値を安定させる働きもありますから、スタイルを良くし、健康全般を向上させるためにも役立ちます。生姜、生の生姜をご家庭に常備していますか？生姜は甲状腺の健康に驚くべき効果を発揮します。生姜は炎症や痛みを抑えるほか、精力を与えてくれます。抗酸化作用がありますから、お肌を守り、消化を助けます。よく頭痛がする、あるいはいつも疲れているという人は、毎日生姜茶を飲みましょう。これらの症状によく効きますし、市販の痛み止めの代わりになります。自家製ジュースの作り方。材料。レモンの搾り汁1個分。クランベリー、カップ杯 100g。水、コップ2杯 400cc。すりおろした生姜、小さじ杯 2g。シナモン、小さじ杯 2g。ナツメグ、小さじ杯 2g。 作り方。まずクランベリーをよく洗い、ミキサーに入れます。クランベリーだけでなく、生姜やレモンも新鮮な材料を使うことが大切です。レモンを搾ります。クランベリーに、レモン果汁水コップ1杯分生姜シナモンナツメグを加えます。ミキサーでよく攪拌したら、ガラスの容器に移し、残りの水を加えます。これで2杯分のジュースの出来上がりです。最初の1杯は、朝起きてすぐ飲むのが一番効果的です。2杯目は、1日のうちでメインの食事、昼食か夕食の15分前に飲みましょう。この自然療法を1週間に2から3回実行すれば、甲状腺機能と健康全般を改善することができます。早速今日から始めませんか？